どうもどうも、マジでーす。はじめましてね。今日はですね、年代別に、コーディネート僕なりに作ってみました。ま、この企画をやろうと思ったのも、いつものごとく、視聴者様のおかげでございます。インスタライブの方で、なんか YouTube 見たい企画ありますかと、問い合わせしたところ、僕なりの年代別のコーディネートが見てみたいですっていうコメントがございました。すごい面白そうやなと思って、コーディネート組みました。年代は40年代から、90年代のコーディネート組みました。で、まあ最初に言うと、なるべくね、その年代のアイテムを使おうと心がけてるんですけれども、したいアイテムがないので、40年代のスタイルですって言っておりますが、アイテムは80年代を使ってたりとか、逆に90年代のスタイル組んでますけど、使ってるアイテムが60年代のアイテムだったりとか、まあ、年代がごちゃ混ぜになってるんですけど、まあその年代に流行ったよっていうスタイルがお伝えできればまあええかなということで、ちょっとそこはご了承ください。で、僕前回の動画でね、コーディネート診断をやったと思うんですけれども、外してほしいとか、結構僕コーディネートで重きに置いてるのはそういう部分であるんですけれども、今回のこの40から90年代に関してはもうなんかゴリゴリそっちに振っちゃって、全然なんていうのな、僕らしさないんすよ。その年代にはこういうスタイルが流行ったよっていうのが伝わればええかなと思っております。で、極力ね、古着屋マーシーで販売しているアイテムを使ってコーディネート、まあ6000かな、ゆるく紹介していきたいと思います。じゃあやっていきますか。マーシーチャンネル、じゃあスタート。はい、まずこちらが、40年代のスタイリングでございますね。まあ、40年代に流行ったアイテムといえば、ズートスーツって言われる、ちょっと大きめの着丈の長いスーツで、テーパードがすごい効いてるスタイルに、ウィングチップで、こういうちょっとウールのタイにフェルトのハットでございますね、いうスタイルをするんですけれども、まあこのセットアップ80年代のアイテムでございます。雰囲気を感じ取ってください。はい、80年代のセットアップで、この40sのシャツに関してがまだ入荷してないんですけど、まあ1月ぐらいに入荷しようかなと思ってるコットン地のマチ付きの白シャツでございます。で、革靴に関してが私物でございますね。サイズ感が40sはすごい好きですね。なんかちょっとでかくてちょっと悪そうな感じなんですよ。で、そのズートスーツっていうのが、どこやったっけな、アメリカのメキシコ系の人が着とったアイテムらしくて、なんかその当時40年代って第二次世界大戦があって、あんまりその服に金をかけるなって言われとったに対して、そういうズートスーツを着とった人がなんか狩られるっていう問題があったんですけれども、まあそういうのですごい話題になったアイテムですね。やっぱ40sといえばやっぱハットスタイルが思い浮かびますし、なんかウィングチップって感じですし、やっぱズートスーツっていうのがすごいイメージあったので、まあ他にね、うちにも40sのジップアップのフーティーとか、40sの対戦モデルのデニムとかあったんですけれども、やっぱイメージ湧くのはこのセットアップとかのちょっとドレスなスタイルにハット合わせにウィングチップが個人的には40sっぽいかなと思ったので、組んでみました。まあ、簡単に言えば不良が着とった感じですね。まあ、なんかちょっと悪そうにセットアップは着ると個人的にかっこいいと思います。はい。ということで次、スタート。まあ、50sといえば、今季すごい人気なんじゃないですか。ロカビリーファッションでございますね。エルビス・プレスリーが手本とされるスタイルではございますが、まあ、なんかロカビリーといえば個人的にはやっぱギャバを使ったコーディネートかなと思いまして、この50sのね、これは何やったっけな、どこのブランドか忘れたな。忘れたけど記載してると思います。に 50sのシャンブレーのシャツ、に 50sのコットン地のスラックスで、僕の私物のオールデンのコインローファーでございますね。なんかロカビリーといえば結構個人的には、アーガイルを使ったスタイルがいいかなと思うんですけど、やっぱソックスですよ、注目は。やっぱアーガイル取り入れてると思うんですけど、そうですね、白ソックスでございます。自宅にね、アーガイルのソックスあったんで持ってこうと思ったんですけど、洗濯中でございました。まあ、アーガイルを取り入れたコーディネートももちろんですが、こういったギャバ。でも男らしい、これズトンと落ちるブラックのスラックスに赤のシャツとか王道にかっこいいと思いますが、僕はちょっとブルーでコーディネート組んでみました。まあ、50sといえばやっぱロカビリーのイメージが強いと思いますが、僕は全然しませんが、モッツとかの、まあ、モッツを使ったコーディネートでちょっとドレッシーに合わせるスタイルとかもかっこいいとは思うんですけれども、50年代といえば、やっぱ僕はロカビリーがすごい好きですね。まあ中でもやっぱり代表と言われる
レーオンギャバ、ギャバジンジャケットでございますね。50年代すごいかっこいいと思います。モッズのそのコーディネートが気になった方は、モッズコーデとか調べてみてください。次が次は50から60年代に、流行ったアイビーリーグ。まあ、簡単に言うたら、ええとこのコラですよ。ええとこのコラがしとったアイビールックって言われるスタイルを組みました。スタート。まあ、アイビールックといえば代表と言われるのがやっぱりこのコンブレ、紺のブレザーでございますが、金の三つボタンが有名ですが、僕はこれテーラードのダブルを着用しておりますね。ピークドラベル、ツボタンですって伝えております。に合わせるとしたらやっぱ王道はやっぱチノなんですよ。これは、シアーズのちょっとポリが入ってるチノパン。で、オックスフォードのちょっと厚手な白シャツにタイドアップするのが王道なんですけど、なんか個人的にコンブレにこのオンブレを合わせたいなっていう気分だったので、全然そのアイビールックっぽくはないですが、ちょっと僕らしさもちょろっと入れちゃいました。まあ、王道はオックスフォードのボタンダウンシャツとかに合わせるとかっこいいと思います。で、先ほどと同様でコインローファーで合わせておりますね。まあ、なんか60年代ってね、この後紹介するヒッピーとか、あと僕がすごい苦手意識を持ってるパンクとか、いろんなスタイルが60年代ってね、流行る面白い時期ではあるんですけれども、個人的にはこのアイビールックって言われる、まあ有名なところで言うと、イエールとか、ハーバードとか、僕が絶対行けないであろう、アメリカのええとこのコラが競ったスタイルがアイビールックっていうのが50から60年代。まあ僕これ60年代っていう枠で入れておりますが、まあ流行ったスタイルでございますね。に、個人的には、なんかちょっといなたく、今の気分だったら、コンブレにあえてフーディーとか合わせたいんですけれども、今回はもう王道に、このサイドアップして組みました。次が、60から70年代に流行った、まあ先ほどお伝えしたヒッピーって言われるスタイルでございますね。60、70年代ってアメリカで言ったら、ベトナム戦争とかがあって、いろいろね、若い子らが、まあ、行って死んじゃったりしとって、そういう愛と平和を語る人たちですよ。ヒッピーと呼ぶんですけれども、そのヒッピーって言われてた人らがしとったスタイルっていうのが、ベルボトムとかにサイケデリックなちょっと派手なシャツに、まあ僕は知ってませんが、ヘアバンとか組んだりとか、ボサボサの髪型でね、ちょっとね、で、ヒゲ面。で、ちょっとなんて言うんだろうな、ファッションらしくなってきたんですよね。50、40に比べると、僕なりのヒッピーのスタイル、組んだんで、決してふざけておりません。真剣にやりました。それでは見ていきましょう。スタート。ボッサボサではありますが、そうですね。これね、注目なのがアイテムなんですよ。ちゃんとね、60年代、70年代のアイテムを使ってコーディネート組んでおります。このラムレザーのね、襟付きのレザー。これめちゃくちゃかっこいいと思います。で、カレッジのポリパンでございますね。そう。ちょっとね、サイズ感的にはもうちょいタイトに履きたかったんですけど、ちょっとジャストめなフレアがなかったので、ちょっと今っぽい感じにはなっちゃいますが、ベルボトムでございます。で、インナーが70年代のシアーズのアイテムでございます。で、先ほどね、お伝えした通り、ロン毛にヒゲ面、これ僕でございます。はい。ヒッピーっぽさが出ておりますね。はい。まあ、個人的には、ここら辺にウールのベストとかも、レイヤードしたいなっていう気分ではあったんですけど、ウールのベストがなくなっちゃったので、60後半ぐらいにフォークロアって言われる、まあ、民族的な衣装。ちょっとふざけておりますが、そういうね、ちょっと民族チックなスタイルも当時流行ったので、70年代は、ま、簡単に言うと、すごいサイケで派手なイメージ。で、ベルボトム。で、あんまり大きめなトップスってよりかは、タンタケのお洋服。で、タックインして、先ほどお伝えした、ちょっと民族チックなフォークロアな、ウールのベストとかすると、すごい70年代らしく、着れるのかなと思います。で、個人的な気分としたら、ちょっとデカめの、ジャケットとか羽織って崩しちゃってもいいのかなと思いますし、そのデカめを着る際は、僕今さっきね、閉じてレザーを着ておりましたが、開けてね、着丈のバランスをつけて、スタイル組むとかっこいいのかな、と思います。次が、80年代でございますね。まあ、80年代と言われれば、やっぱアメカジでございますよ。渋カジ、キレカジ、デルカジとか、いろいろね、紹介しておりましたが、かなり前の動画で。アメリカと日本でこの当時80年代で流行ったスタイルって全然違うんですけど、まあ、イメージ的には、
まあそうやな、アメリカっぽさを入れつつの日本らしさも当時流行ったであろう80年代のスタイルを組みました。それでは見ていきましょう。さあ、これがスタジャンでございますね。トラッカージャケットって言ってもいいから、まあスタジャンに、私物の T シャツにリーバイスの517でございますね。やっぱ80年代といえばもうアメカジではございますが、そうなんですよ。ゴローズが流行ったんですけれども、これはゴローズではございません。すいません。できればね、ゴローズ持ってたらゴローズで合わせたかったんですけど。で、エンジニアに501が流行ってたんですけど、アメカジ最終期ぐらいになると517とかのブーツカットがやっぱりね、エンジニアハマるっていうことで、僕は517で合わせておりますが、501も王道にいいと思います。で、80年代で当時サラサラの髪型が流行ってたらしいんですけれども、僕はちょっとね、癖毛で、はい。サラサラではございませんが、まあ、そんなね、まっすぐついなスタイルはできないので、まあ、ガチガチに髪の毛セットして組んでおりますが、なんかイメージではセンター分けでサラサラのヘアにゴローズつけて、まあ、スタジャンとかのちょっとポップなお洋服を着て、で、517とか501にエンジニア合わせるスタイルっていうのと、あとはなんか A2 とかの、まあ、そういうミリタリーのレザーのジャケットを羽織ったりして、501に合わせたりとか、まあ、あとはね、僕が着てるような、スポーティーなお洋服を取り入れるイメージでもあります。80年代は、ナイキとかアディダスとかね、そういったナイロンジャケットとかを使ったコーディネートとかも80年代は多いのかな、と思います。まあ、次、いきますか。次、最後でございますね。春あたりですごいトレンドになったのではないでしょうか。グランジファッションでございます。まあ、グランジといえば、やっぱりフランネルシャツ。でございますし、それに合わせるってなると、やっぱ継ぎはぎとか、こういうクラッシュした、ボロいデニムに、シューズはって言われたら、今の気分は革靴ではあるんですけれども、当時はやっぱりジャック・パーセルでございますよ。ニルバーナのカート・コバーンが組んだグランジファッションでございますね。で、モヘアとかとスタイル組んでもよかったんですけれども、モヘアが今、お店にないのでね、この、フィフティーズのピルグリムの、オンブレチェックに合わせてコーディネート。来ました。で、これパンツが、そうですね、501のダブル X ではあるんですけれども、全然ね、90年代のボロいデニムとかでもいいのかな、と思っております。まあ、なんとでやっぱりね、このボロを使ったスタイリングって、僕一番大好きなスタイルなんですけれども、この90年代に流行ったよっていうことで、今に生きてきているのかなと思います。カート5番、ありがとう。以上ですね。どうでしたかね。まあ、なんかね、ぽくはできたかなとは思うんですけれども、全く気分ではございませんね。なんか僕いつも言っておりますが、コスプレにならないようにコーディネートを組みたいんですよ。なんで、この40から90年代のスタイルを知った上で、なんか自分の個性を出していく。とかしていくと、よりファッションは楽しくなっていくのかなと思っております。まあ、なんでね、気づきに、なっていただければ幸いでございます。次の動画は、まあ、これを踏まえて僕の私物、一週間コーディネートを撮ろうかなと思っております。これもちなみにお客様にやってほしいと言ってくださった企画ではございますので、まだ撮っておりませんが、チャンネル登録をしてお待ちください。あとヴィンテージウィークが残り今日撮ってるんが、あと5日間かな。ではありますので、全品 10% オフで受けたまっておりますので、皆さん都合合わせてご徳寺に遊びに来てください。それではまた、でよー。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。See you!